岡島百貨店。岡島百貨店。岡島百貨店。栄商。岡島デパートメントストアは、山梨県甲府市丸の内にある日本の百貨店である。運営法人名は、株式会社岡島。江戸時代の1843年、天保14年1月に、柳町1丁目。現在の中央2丁目に、初代岡島正江門が、茶商の大黒屋としてとして創業。 その後、五福店及び、両替商としての営業も開始した。1904年、明治37年に、柳町の新店舗で、陳列式の販売を導入した。岡島も1936年、昭和11年3月1日に株式会社、岡島に改祖し、1938年、昭和13年9月に、県内2番目の百貨店として、現在地に、 岡島百貨店として、地上5階の大型店舗による百貨店形式の営業を開始し、1945年昭和20年7月の甲府空襲では、内部は焼けたものの外部は焼け残り、ほどなくして営業を再開。1961年昭和36年に、当時の百貨店法に則っ,って5570.591メートルの 増築申請を行って、桜町、桜通り周辺の既存店舗3015.37メートルを廃止して、甲府駅前に7067.793メートルの新店舗を建設して、移転、増床を目指したライバルの甲府松菱に対抗しようと、したが、甲府商業会議所の商業活動調整協議会の審議で、甲府商店街連盟の代表者は、 百貨店増設に強く反発し証券用語連盟を組織して反対運動を繰り広げたため、認可された2500メートルの増章を1964年、昭和39年にして改装し、甲府駅前との地区間競争に対応するため、地元商店街と協賛して売り出しを行った。1972年、昭和47年に、 大棚那法に基づく甲府商業会議所の商業、活動調整協議会の審議で将来進出は予想される県外資本と山港百貨店が進出して発展し始めた甲府駅前への対抗のためにも必要と主して増殖を認めさせ19、1974年昭和49年11月の大栄甲府店、売り場面積1万577メートルの 甲府銀座商店街での開店に対抗した。1970年代後半以降に進行した、モータリゼーションと人口のドーナツ化現象の影響を受けて郊外への出店が相次ぐと、それに対抗するため1985年、昭和60年の甲府商業会議所の商業、活動調整協会で、駅前地区とのバランスを考慮しながら増唱が認められ、 1988年、昭和63年に増床し、現在の売り場面積29,520メートルは、山梨県内最大の売り場面積を誇り、甲府駅前の山港百貨店やエクラン、甲府駅ビル、同じ中央地区にあった、甲府西部やパセオとの競合に打ち勝ち、県内トップの百貨店として、県内では一定のブランド力を維持し続けている。しかし、 平成不況と甲府市中心部の市街地空洞化に伴う1990年代より郊外にオープンしたアピタや伊東洋華堂などの郊外型ショッピングセンターとの競合などの影響を受け、1997年、平成9年には年商469.33億円だったのが、2000年、平成12年には、 年賞十三点三二億円とわずか三年で三十七点五パーセントも落ち込み、九百九十九年、平成十一年二月期の決算から三期連続投機赤字となり、二千二年、平成十四年二月期の決算で約二十五億円の赤字となって二十二億円の債務超過に陥った。このため、メインバンクの山梨中央銀行から約三十億円を、 含む54億円の再建放棄を受けるとともに、責任を取って創業家の岡島哲之助会長が退任してオーナー経営に終止符を打ち、従来から交流があった三越と業務提携を結んで社長など経営陣を招き、三越ブランド商品の販売などを行うなど、立て直しに取り組み、2002年、平成14年2月期の決算では、 不採算事業撤退や消費強の影響で、前年比8.1%減の205億9000万円と6期連続の売上減少となったが、経常損益も黒字に転換し、再建放棄による54億円の特別利益なども手伝って、有利子負債も65億円削減して75億円とて、債務超過も解消して一旦は再建が進み始めた。だが、 車社会への対応の遅れや施設老朽化の問題に加え世界金融危機の煽りを受けて2008年平成20年2月期の決算では固定資産の減損会計などによって35億400万円の債務超過に陥り週刊東洋経済2009年1月24日号の百貨店の倒産危険度ランキングでは負債額39億4600万円の2位に 入るなどして信用不安が高まったため2009年平成21年2月期末にメインバンクの山梨大銀行が貸出金70億2300万円のうち50億4300万円の再建を放棄するという2度目の再建放棄を受け2009年平成21年2月期の決算では債務超過を解消したが百貨店売上高は前年から さら6.2%減と厳しい内容となった。この再建放棄の合意を発表した2009年、平成21年2月27日の発表では、同時に事業再生計画として集客力のアップのために、甲府市中心市街地活性化基本計画の一環として補助金を出すとともに、市の高相談施設を入居させるなどといった、官民一体の支援による1988年、 昭和63年の増殖以来22年ぶりの大改装が発表されたが、出店交渉が難航した影響で、テナントの大幅な入れ替えを当初予定にわせることが困難となったため、規模を縮小して、交渉のまとまった店舗のみを入れ替えて予定していた2011年、平成23年3月に一部改装を行い、シーズンごとの商品入れ替えなどに合わせて、 順次た売り場も改装する形に変更された。その一環として2011年、平成23年10月末には6階に、売り場面積約3000メートルで80万冊を誇る大型書店純駆動をオープンさせ、小学生から高齢者まで幅広い世代から当初5日間で、約7500人のレジ通貨者を集めて、全店の来客も全連同期比20%増やす、ことに成功した。 かつては、下記の通り、八王子市の八王子岡島、千野市に、千野岡島を営業していたが、八王子岡島は1970年、昭和45年、千野岡島も採算性の問題から2000年、平成12年3月に閉店したため、現在百貨店事業を行っている店舗は、本店のみである。合わせて、山梨県内においては、唯一の日本百貨店協会加盟の百貨店である。 1968年、昭和43年10月1日に、国道16号と国道20号の交差する八日町4丁多め交差点角の東京都八王子市八日町6-7に八王子岡島として開業した百貨店。八王子市で初の百貨店だった丸木百貨店が開業から8年足らずの1968年。 昭和43年10月1日に閉店したことを受けてその店舗後に出店したが、繁華街が横山城に移って衰退した流れに逆らうとはできず、わずか1年ちょっと営業しただけで1970年、昭和45年2月5日に閉店した。店舗後には1971年、昭和46年5月に、川崎市の武蔵小杉で、 結婚式場などを経営していた小杉会館が改装して結婚式場、宴会場として開業し、後に八王子 LC と改称して現在に至っている。1987年、昭和62年10月8日に市街地再開発事業で、千野駅西口の駅前広場に隣接した長野県、千野市千野駅前3052の位置に建設された。 再開発ビルベルビアの各店舗として、店舗面積5919メートルの百貨店、地の岡島として開業したが、郊外型大型店の出店で空き店舗が急増するなど市街地の空洞化が進んだため業績が低迷し、2001年、平成13年8月に閉店した。撤退時に銀行の仲介で保有していた権利を地の市に譲渡し、テナントの 各店舗を1.2階に集約して、秋フロアを2002年、平成14年1月から子育て支援施設、子供館0123広場、中高生向け施設、チュコランド、地の地の高齢者向け施設、ッコイシ所広場などの市の施設として整備され、市民の利用は少なくないが、各店舗を失って一体感が喪失した、ベルビアのテナトの売り上げにはあまり結びつかず、 商業施設としては低迷し続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。